岩橋産婦人科の岩橋栄ちゃんです。今日は月経困難についてお伺いします。はい、どうぞ。月経困難、うん、あの月経困難っていうのは月経の時にお腹が痛くて辛い、あ、生理痛のことか。生理痛かな、月経困難っていうんか。そうやな、うん、はい、あの月経困難、あの月経痛、うん、生理痛ですね、うん、あの多少生理痛っていうのはあって当たり前です、うん、こう子宮の中 の、 あの内膜っていうのが一番内側の膜なんですけれども、うん、そこが、成熟して過熟して、うん、あの成熟した時に赤ちゃんの卵っていうから卵子がそこ、卵子受精卵がそこに来たら子供さんがそこで育つんですけれども、うんうん、あの赤ちゃんが来ない時にはそれが成熟して過熟して外へ出る、それがまあ月経なんですけども、うんうん、結局その子宮の中の内膜がもう外へ出ないといけないんで、うん、ギューッと子宮が収縮する、その収縮痛がいわゆる月経痛、生理痛って言われてるやつなんで、多少あっても当たり前なんですけれども、その顔が真っ青になって倒れたりとか、こう意識がふーっとこう遠のいたりとか、うん、あのやっぱりこう学校行ったり、うん、お仕事するのがもう辛い、もうちょっと休みたいっていう風なほど、うん、あの強くなってくるとちょっと病的なものが絡んでることがあります、うん、だからその月経困難には生理的な月経痛と、うん、やっぱり病気がある月経痛っていうのがあるので、うん、まあ、その見極めっていうのはあのやっぱり婦人科、私たちのようなところへ来ていただいて、うん、1回見せていただいて、うん、でその超音波なんかを取って異常がなかったらあんまり心配いらないわっていうことで対処療法をお教えします。例えば温めたらいいよとか、温めたらええんか、そう、あの、うん、やし便秘なんかもしてない方がいいよとか、そういうアドバイス、あるいはちょっとこの骨盤のおけつ、うん、おけつっていうのはおけつではなくて、うん、あのこの血液の物体のことをおけつっていうんですけども、うんうんうん、そういうのを取るのには漢方薬がいいよとか、うんうんうん、そういうアドバイスをすることができます。なるほど。で、はい、うん、であの問題となるものの中にはあの将来的にやっぱり不妊症なんかにつながっていくものもあるので、うん、その時にはその方 の、 あの背景に応じて、うん、例えばうんと若い方だったらとりあえずその時に収めて、うん、先で困らないようにはどうするかっていうような話をしていきます。で、質問やけど、月経痛、月経困難で病院行こうと思ったら、はい、月経中の方がええんかな。あの診察は私たちは全然仕事だから構わないんですけども、うん、あの本人さんがやっぱり気にされるので、うん、月経が終わった後の方がいいかもしれないです。でもそんな時症状ないのに行っても大丈夫？大丈夫、うん、はい、うん、分かりました。就職したら痛なんねな。就職痛ということで多少あっても当たり前かなとは思うんですが、うん、なるほど。